おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水はマイクロビットの説明動画を公開しています。今はマイクロビットからシリアル通信で送り出されるデータをですね、つながっているコンピューターのブラウザーの JavaScript で受け止めてですね、さらに JavaScript で動く 3D モデルが動く A フレームっていうフレームワークの中でですね、その情報を受け取って、立体モデルを動かすようなことをしたいなということで、撮っています。で、前回はですね、無事コンソールの表示ができますよというところまで行きました。ちょっと画面を切り替えましょう。はい、コンソールでとローカルに置いたプログラムでもできますし、こうウェブ公開したやつで今見てもらってますが、こうやって、まずセンターを合わせてクリックすると、あなたはクリックしましたと、で乱数表示するっていうようなプログラムを作ってですね、これでクリックで関係ないところに行ってクリックしても出ないです。だからこうセンターの点がフォーカスされている状態でクリックするとクリックしたよというふうになるというところまで来たので、ここからですね、この状態の時にとマイクロビットとの接続画面が出るかというのが一番のポイントかと思っているので、そこをやっていこうと思います。はい、でどんな風にするかっていうと、まずは書きかけてたプログラム、失敗プログラムがあるんですよね。2番目の失敗プログラムで、これとにかくオンクリックボタンしたらオンクリックの中が動きますよと、これですよね。このトライとか、これを一回そのままこのオンクリックのやつをオンクリックに貼ったらどうなるのかなっていうのが、でコンソールログとかもそのまま生きてるはずなので、これを一回バシッと貼ってやってみたいなと思うんですよね。で、このプログラム、前回やったプログラムをですね、まあ4番にして違いが分かるようにしておこうと思うので、まず複製からいきましょうか。まずこの3番をコピーしてシリアルに戻って、アドファイルのクリエイトニューで作って、まずペーストして、で、ファイルネームは出てきてくれないか、 A フレームの4番としましょう。で、これでいいはずなんですが、ランダムは消しておこうと。で、それとカーソルハンドラーのプラスにしておく、とか、初めはいらないですか、表示されればいいから。で、ここに先ほどのプログラムを足し合わせるということなので、このページ一旦ここでコミットしましょうか。一旦ここでコミットして、で、2番のプログラムのオンクリックの関数ですよね。ここのオンクリックの、ここからオンクリックの終わりどこだ？コンソールエラーも、そうですね。多分ここまでかな。ここまでですよね。これがこれで閉じてるから。はい、これをコピーして、でさっきの4番これに貼り付けるんですが、この下ですね、ここに一回貼ってみましょうか。はい、ここに貼りました。うん、クリックされたら、ちょっと段をインデントを合わしながら確認してみますか。
も動いてくれるんですかね。ファイルなのでもう少し下げて、はい、あまりいじらずそのまま下げて、で、ここもトライになるんですね。これが if 文の中、ここも if 文の中。なんかここに true がいっぱいあるのがちょっと気になりますが、まあ気にせず、インデントを合わせて、ここまでですかね。これの終わりが、これだと理解しているんですが、これの終わりがこれですよね。これの終わりが、これの終わりがこれですよね。これの終わりがこのキャッチまでが入っているこのワイルの最後までですかね。トライはここまでですよね。このトライの終わりだと思うんで、はい、これでいかがでしょう。なんか若干インデントがずれていて、括弧の対応が合ってるのか心配なんですが、ちょっと小さい字ですが、でいくと、これがあって、これがあって、このワイルから始まってますよね。で、ずっと来て、このトライの最後が、これではないですよね。このトゥルー、このワイルの括弧で、この if の括弧の終わりがこれですよね。で、コンソールのバリューで、これのトライのここまでですね。だからトライが終わりで、うまくキャンセルされればキャンセルと出ると。で、true ならバリューを読んで、で、これでトライの1個目が終了か。で、この括弧、これがトライの、これが if 文の最後か。で、このトライの終わりがこれで、そうですね。一番最初の値を取って、リード取って、で、トライなので、これでコンソール書けば、これでトライ終わって、ここの辺はエラーですよね。で、ファイナリーにこのリリースロックを書いて、まずメニューが出て、マイクロビットが選べるかっていうところですかね。あと、カッコが合ってるかっていうのを見てたんだな。話してる間に分からなくなってしまいました。で、このキャッチのこのエラーで、このトライにはトライしかないですね。で、このキャッチはこのトライとファイナリーの対応なので、
で、これがファイナリーの括弧ですから、これがこのトライの括弧で、それに対してキャッチのエラーがあって、これがトライより、これがトライ全体のファンクションの括弧かな。なんかちょっと最初の貼り付けるときにもう少しちゃんとインデントをつけておけばよかったなと思います。はい。で、ちょっと早速ですが、4番を読み込もうと思います。もちろん皆さんローカルでもできるとは思うんですが、4番を、なんかエラーが出てますよね。アンキャッチ、ウェイトイズオンリーバリッド。なんかウェイトが使えなさそうなエラーが出ています。で、コンソールが動いてくれていない？23行。アンキャッチ、シンタックスエラー。ウェイト、オン、ウェイトを使えないみたいなエラーが出てますね。23行。これが使えない。そうか。ドッキングする前のプログラムをもう一度見ましょう。そうですよね。ウェブシリアルを使うための命令群を組み込めてません。はい。というので、タイトルをプラプラにして、で、もう一つ、GitHub 開かないといけないか。GitHub 開いて、なんか黙々とやってますが、すいません。シリアルのベースになるのは A2 だったと思います。これの、編集に入る必要はなかったですね。まあいいか。これの、あれ？これもウェブシリアルのヘッダーを読み込んでませんね、このファイルも。こっちは何か書いてありそうです。これはこの A フレームですよね。で、チャートだとかいろいろ、そうですね。このあたりが、ウェブシリアルで使っていた3つで、チャートはいらなくなると思うんで、まずはこの1行目だけ入れましょうか。これはいると思うんで、これをコピーして、A フレームのスクリプトの前に貼り込むと。これは必要ですよね。だからエラーが出るんじゃないかな。これでコミットをして、ですぐ行けばいいんですが、多分すぐ行かないですよね。で、コピーをして、ちょっとローカルに作ります。はい、ローカルにおいて同じようにプログラムしましたが、やはりうまく動いてくれてませんよね。アンキャッチシンタックスエラー。なんか A ウェイトっていう命令がうまく動かないみたいです。なかなかやっぱり一筋縄ではいかないですよね。今やっているのは、
もうここでエラーが出ちゃってるんですよね。24行。23って出てますけどね。このポートを作ろうとしたところでエラーが出ています。ここですね。これ自身がこの中では許してもらえないのかな。でも普通にひっつけた時は動いてましたよね。この A フレームのこの中に入っているっていうのが良くないのかな。はい、ちょっと今日は失敗動画っぽいですね。この先私すぐにイメージがつかないので、今日はちょっと単純に組み合わせて、クリックしたら従来、クリックしたら呼び出す部分を貼り付けたらうまくいきませんでした。ちょっと貼り付ける位置を変えるとか、別の関数を作って呼び出すようにしてみるとかやるんですが、もしかすると私の今の JavaScript の理解ではちゃんとプログラムできないかもしれません。ちょっと焦ってきました。うまくいきますかね。まあ、とにかく今日は失敗で、今の作戦ではうまくいかなかったというのが分かりました。昨日は調子よくコンソールが使えてうまくいけるかなと思ったんですけど、1つ目のハードルですね。クリックしたらマイクロビットと接続できるというところです。またまた引っかかってしまいました。はい、どうなることやら、ちょっとまあお付き合いいただければと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はマイクロビット、木金土は WebVR の説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。